はい。東野です。それでは今日は、露人の願い、中国の自由をという本が出ましたので、まあ、その内容をしっかり学んでみたいと思います。で、サブタイトルは、真の思考帝、童貞子にゃんにゃんの霊言で、これどちらももうすでに PR 的な動画は出してるんですね。で、まあ、ただ、今回はまあ本になってますので、 ま、その内容にまで踏み込んで、しっかりと論点を把握しておきたいと思います。でなぜそれが大事かというとですね、ま、すべて重要論点ばかりを出していきます。で、これらを正しく把握していることが、今後の情勢を正しく見極めるということに必要になりますし、そこから正しい言論がアウトプットできると思いますし、ひいてはそこから、 正しい行動が出てくると思うからなんですね。まあそういうことであります。で、これは、あの、どちらも大川総裁の夢判断がきっかけになっております。ただ、その夢に関しては、前回の動画2本で、もうすでに紹介終わってますから、今日は、その後の本編の内容をですね、しっかりと把握していきたいというふうに思っております。で、一つ目、路人という柱ですね。 で、ここで解かれてるのはですね、まあ、露人というのは100年前の中国の言論人なんですけれども、まあ、今の、この中国共産党の圧政に対して、非常に大きな怒りを持っておられる、良心的な霊存在なんですね。ここでまず最初におっしゃっているのは、孔子の問題であります。まあ、つまり、孔子の思想が中国の 天井になってるということで、これ新しい論点なんですね。孔子というのはもともとくじ原例に位置づけられていましたから、今までそこが問題視されることはなかったんですけれども、実はここにちょっと根本的な問題があるということなんですね。なぜかというと、孔子の思想に霊界思想とか、神や仏に届いていない部分があってですね。つまり、 まあ論語の中で、神仏に全く言及していないところが問題だとおっしゃってるわけです。孔子は、あの世の怪力乱心を語らずとはおっしゃってて、妖怪変化や幽霊や、あの世の霊の話とか、生まれ変わりとか、まあそんなことは私は関わらないと。まあこうおっしゃったんですね。 で、ここに一種の逃げがあったんだと。まあ、妖怪変化のところはまだしも、生まれ変わりの話まで語らなくなるとですね、次に生まれてくるのは、無神論とか、唯物論の流れなんですね。で、これは実は、関東の観念論哲学にも同じような問題があって、 まあ、飛び火したのかもしれませんけど、まあ、つまり、よくわからないものは避けるっていう態度をとったんで、関東自身はですね、あの世のことをある程度信じていたみたいなんですが、まあ、避けるという態度がですね、その後、だんだんと構成デフォルメされていって、そして、無心論とか有意物論の流れになってるわけですね。関東が、 避けたということはこれないんだろうっていう、だんだんデフォルメされていく流れがあるわけです。だから神がいらない世界とか、あるいは理性だけが支配する世界、みたいなものになっていってるわけなんです。孔子の話に戻ると、この孔子のですね、思想が、結局は佳境の試験に使われていったので、その、 国の中枢の中にこの毒水が入っていったということになるわけなんです。そこから全土を規制していったので、これ重大な影響が出たということですね。で、結局この孔子の思想というのはディベート術なんだと。だああ言えばこういうというですね、こういう一種のディベートの術でしかないので、 こういったものが、まあ、中国の外交でですね、ああ言えばこういうという、まあ、議論をやっていくという技術になっちゃってると。だからこの孔子の思想を釈服しなければ、中国の問題は終わらないという論点が出てきたところが、このジ人の霊言の重要なところなんであります。この毒水を総決算しなければ、新時代には移行できないということなんですね。 だから、現象の問題がいろいろあったとしても、根源には思想があるので、その思想の根源のところをしっかりとおお炙り出してですね、そこを変えていかないといけないという議論が今回出たわけです。だから逆に、大川隆法の思想が中国の本土で読めるようになったら、 北京だって一年であっという間に変わると路人は言ってるわけですね。だから思想のところから変えていかないと、現象の問題のところは解決しないという議論。これを繰り返し申し上げておきたいと思います。で、まあ、この現象のところでは官僚の問題というのが指摘されたわけですが、結局、官僚機構というのは、 あの、エリート主義なんである。一部のエリートがですね、えー、お神になって、それが統制をしていくという問題なんだと。で、なんでこれが問題かというと、その中央に至って、現場のいろんなことまで見えないので、中央にいる権力者がアーセイというふうに言ってもですね、現場では的外れの指示になってくる場合が非常に多くて、しかし現場がちょっとここ違うんですけどと言うと、 いろいろとこう、粛清されたりですね、いじめられたりするんで、怖いから逆らえずに、ミスミス間違ってる違うなと思うような政策が施行されていってるわけです。で、これで中国にいろんな問題がですね、各所に起こってると。まあ、例えば、あ水害の問題だってですね、 現場ではこれおかしいよなっていうな。三峡ダムだっておかしいよなっていうことはいっぱいあったんだけど、ま、その賄賂の問題もあって中央の官僚のところがこれを封じてしまうからですね。これ全部おかしくなってる。コロナの問題だって現場ではおかしいと分かってても、中央がこれを封じてるうちに、どんどんと大きな問題化していってると。こういう構造があるということなんですね。だから、ジ人は企業家たちによる自由の革命が必要だとおっしゃってるわけです。 現場のことはある程度現場で考えさせないとうまくいかないと。まあこういうふうなことですね。統制経済ではなく自由経済に移行しなければうまくいかないんだということをおっしゃってると思います。で、これはですね、中国だけじゃなくて日本でも起きてる問題なんですね。日本の国家運営とか大企業でも同じような官僚性の問題が起きてると。官僚化の問題が起きてると。まあそこで三つ目に 老人が言ってる日本の問題なんですね。で、日本の政府が今、何十兆とか何百兆円という無駄金をいっぱい使って、全部死に金になってるという指摘が入ったわけです。この政治家たちがですね、自分たちが選挙に通るためにばらまくという、こういう巨大買収帝国を作ってるということが本質なんだと。国益に資するという方向にお金がちゃんと使われていないと。 例えば、アベノマックス、マスクだってですね、結局は900億円使ってるわけです。それから、阿部さんが熊本に視察したら、その即日4000億円のお金を出すと言ってるんですけど、これもらった方は、阿部さんに票を入れるという流れになるわけですよね。こういうふうなばらまきをして、財政赤字をいっぱい作って、それで増税して国民に幸寄せがいってると。だからこれ、マッチポンプと、 同じ構造なんだということを、老人が指摘されているわけです。だからこの巨額なお金を、もし大川総裁の英知で使ってもらったら、どんどん国の問題が解決していって、ぐんぐん発展するのに、本当に惜しいことだと。悔しくてたまらないと。 おっしゃってるわけなんです。つまり税金の使い方の問題ですね。で、あと、危機管理の方に関しても日本は全くできていないとおっしゃってるわけです。だから、その日本の中の水源になってる水源地を中国に買われていったり、あるいは自衛隊の基地を攻撃できる高台の土地なんかを簡単に売ってしまって、まあ、全然危機管理ができていないということを問題指摘されてるわけです。 さらには中国において、トヨタの中国工場なども、社員を一旦帰国させたら、もう中国に没収されるというふうなことで、今もう逃げられなくなっていると。あるいは、松下やソニーに関しても、中国に工場を作って、単純労働力を得てるつもりでも、実際はその中からソフトを抜き取られていて、 全部取られるという寸前だよという警鐘を鳴らされているわけなんです。まあそういったことでですね、路人の方からは、まあ孔子の問題、官僚の問題、日本の問題ということがいろいろと出てまいりました。で、二つ目の論点は始皇帝ですね。始皇帝リーダー説とでもいうものが今回見えてきたんですね。だから始皇帝が今中国共産党を 霊的に指導している、どうやらリーダー格であるらしい、ということが見えてきた。だから、東小平より強いし、習近平より強いし、毛沢東よりも強いみたいなんですね。まあ、それも、象徴的にですね、17の頭を持った巨竜として、大川総裁の夢に現れてきたわけで、え東小平は3つの竜だったし、頭の竜だったし、毛沢東は5つの頭だったし、習近平は、 言及されてなかったけど、どうやら4つぐらいじゃないかと私は類推してて、3人合わせても3たす4たす5で12なんですよ。始皇帝17なんです、1人で。だから、ものすごく大きな力を持ってるということが今回見えてきたわけなんですね。で、その始皇帝が台湾と沖縄を同時攻撃するといったところが今回大きかったわけです。ですから、コロナ禍の中で、 尖閣に毎日ジャブを中国は打ってきてるわけなんですけど、本当の狙いはそこじゃないと言ってるわけです。台湾と沖縄を同時占領にかかるつもりだと言ったわけです。で、日本にもアメリカにも考える暇を与えずに、一気に二つ取ると言ってきてるわけですね。だから当然、石垣島は取られ、尖閣も取られて、しかも、琉球は中国のものだと。 いうところまで宣言すると言ってきたわけなんですよ。まあなぜなら台湾だけに中国が侵攻したら沖縄にいる米軍からこう飛行機が飛んできてこれ逆襲されるからだから同時にやるということなんですね。で香港も同時に攻撃すると言ってると。でそのために今毎日中国軍は練習をしていると言っていました。 で、結局、第一列島線というですね、あの、ま、沖縄のとこから繋がっている、南に繋がっている、この線のところの、までの中国からこの第一列島線までの間の、制空圏と制海圏は、どっちも取ると言ってきてるわけです。で、中国の南部には、もう制空圏を取れるだけの、航空機の準備は終わってるとも言ってました。で、トランプの選挙が、 近づけば近づくほどアメリカは動けなくなるからこういったことがやりやすくなると言ってきたわけです。こういうですね、まあ日本も台湾も侵略される計画があると言ってきたところが今回大きかったわけですね。で、さらには九州の侵攻の話まで言ってきたわけです。だから台湾と沖縄の次には九州の南部も攻めてくると言いました。洪水で大変らしいから中国艦隊を組んで 助けに行くと称して進行すると言ってきたわけです。大体ですね、霊界でこういったことを言ってきた場合は、その後、タイムラグがあっても現実化することが過去多かったんですね。だから我々はこれを警戒しなければならないわけです。で、これで日本中が大ショックになるだろう。それはそうですよね。九州がもし取られたりしたら大変なことになる。そうして、軍隊を引き上げてもらうためだったら、 安倍総理はいくらでも身の代金を出すに違いないと言ってきたわけです。だから日本に金を取りに行くと言いまして、で、この金を取るという論点ですけど、今、この始皇帝は金が欲しいんだよと言ってて、なぜかというと、一対一の戦略で陸のシルクロードと海のシルクロードでですね、まあヨーロッパから中東からアフリカまで抑えようとしてるんですけれども、 これがコロナ禍と天変地異で経済的に今マイナスが起きてるので、これで一気にこの一対一路がしんどくなってるわけですね。だからどこかから取らないといけない。略奪経済をしないと持たないということです。で、韓国を取っても大したことはないから、やっぱり日本だと考えてるわけですね。 だからここに非常に軍事的な、ああ、進行がある可能性があるのと、もう一つは中国の国内財政今火の車なので、偽通貨で切り抜けられないか研究してると言ってるわけです。これは仮想通貨のことでしょう。今仮想通貨の相場上がってるんですね。だから始皇帝もいくらでも日本でも食いついてくるのはいっぱいいると言ってるわけで、まあ特にマイナス金利下の日本では、お金の運用先がないから、 もし仮想通貨の相場が上がったらみんなそこに入ってくると。ここで一気にお金を奪ってしまうつもりで200兆円ぐらいは分取りたいと言ってるわけですね。ここに一つ危険が入ってる。まあそういったことが分かってきた。そして三つ目に同貞抗ニャンニャンですが、今回、同貞抗ニャンニャン最強説とでも言うべきものが見えてきたと思っております。で、これはですね、今回の例言で、 鄧小平、習近平、毛沢東、始皇帝、みんな大川総裁のところに居座ろうとしたんですけれども、童貞子にゃんにゃんを呼ぶとみんな弾き飛ばされたわけなんですね。まあ思帝が一番抵抗してましたけれども、それでも結局吹き飛ばされたとで。その力関係が明らかになった点が大きいと思うんです。まあつまり童貞子にゃんにゃんが一体誰なんだって話になりますけれども、 それは一定の謎でいいと思っております。で、いずれにせよ、この童貞子ニャンニャンがですね、天変地異に関していろんなことを言ったことが大きかった。だから、始皇帝がいろいろと格索してるけれども、天変地異で内政がもう持たなくなって、それどころじゃなくなるよと言いました。まずは、これからカンカンデりになると、次は台風がやってくると。それから、あ暑くなったら、稲穂とバッタがさらに増えてくると。 これ食糧危機の方ですね。それから洪水の後は地震が来るとも言ってる。さらには中国の南部には津波も来るかもしれないと言ってる。これは海底地震の可能性でしょう。まあこういうふうな天変地異がいっぱい起きるから、そんな簡単に外の略奪に向かえなくなると言ってるわけですね。で次には内乱の話が出てて、台湾では李登輝さんが死んだから、この隙に 台湾を脅しに来ようとしてるけれども、そうはさせないと言ったわけです。童貞子さんは。なぜなら中国内部の内乱を大きくするように今やってるからと言ってました。まあある程度ぼかした言い方をしてるのは、こういうふうな内乱関係のことってトップシークレット事項ですから、まあある程度象徴的に言ってると思いますね。でも、 結局民衆は生活が良ければ黙ってるけれども、経済がガタガタになってくると、みんな一斉に放棄するということなんですよ。中国の北京政府もお金に困ってくると、今一対一路で発展途上国にお金を貸し付けてるやつを全部みんな返せと多分言い始めると思うんですね。で、このあたりで、 様々な混乱と共に中国国内に大崩壊が起きると言ってるわけです。それからさらに日本への警告としては日本の企業は工場を早く引き上げた方がいいと言っているわけです。アメリカのミサイル攻撃があるだろうからみんな灰になってしまうと。中国にいる日本人たちは 一旦中国から出たら戻ってくるのが難しいからと思って出ないで頑張ってるわけですけれどももうすぐ攻撃されるから早く逃げた方がいいと童貞子さんはおっしゃっております。で、アメリカが攻撃をしたら3日もあれば中国の主要部分はほとんど壊滅状態になると。だからまだ米中の技術格差は相当大きいということを知らなければならないというふうにおっしゃったわけです。 まあということでですね、まあ重要論点目白押しで、まあ露人と始皇帝と童貞子にゃんにゃんの言った内容を今まとめてみました。で、まずジ人は中国に自由をということが真の願いであります。それから始皇帝は 悪のリーダーとしていろんな格索をしてるということ。そして日体、日本と台湾を取ろうとしてくるけれども、童貞子さんは実はもっと強そうだと。で、中国の内部の方から革命を起こしていくということですね。だから中国は内側から革命側を切るということが、まあこ、この本を貫いてる一つのテーマなんであります。 ただし、現象的にはこれからいろんな右右曲折が起きると予想されます。まあ逆転、逆転、逆転に見えることがたくさん起きる可能性があると思っています。だから我々はそういったことに惑わされずに、主から発信されている内容をよく学んで、よくそれを吟味して、よくそれを伝えていくということが、まあ何より今大事になっていると、まあ、いうことをですね、えお伝えして、 本日の動画とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。